なあ弟、ガシャポン回そうぜ。いいけど、今俺100円玉持ってないぜ。100円玉なんて自販機の下あさりゃ何枚か落ちてんだろう。まあ確かに落ちてることはあるけどよ、あったとしてもせいぜい1枚ぐらいだろって。嘘だろ。ふう、結構取れたね。結構どころじゃねえよ、自販機から100円玉漏れてんじゃねえか。まあ細かいことは気にするね。さ、ガシャポン回そうぜ。そうだな。どれにしようか。というわけで、今日みんなには大切なお知らせが一つある。なんとこの度バンダイさんよりウォーターチャレンジのガシャポンが登場だ。イエーイ。ウォーターチャレンジのガシャポンを回してみたいと思った人はチャンネル登録と高評価よろしく。ガシャポンから出てくる景品は全10種類のすまないスクールのラバーマスコットだ。うはぁ、俺のラバーマスコットかわいいな。大きさは6センチのようですね。価格は300円で、10種類の中から1個ランダムで出てくるぞ。はぁ、俺のお金で全種類コンプリートするとするか。ところですまない先生、シークレットとは何ですか。俺もそれ気になったんすよね。あーすまないけど、シークレットの内容について話すことはできないね。当ててからのお楽しみってことか。兄貴、ガシャポン回してシークレットを当てようぜ。発売時期に関しては2023年8月の2週目より順次発売予定だ。全国のカプセル自販機にてお買い求めください。それではみんな、ウォーターチャレンジのガシャポンぜひ回してみてくれ。